むにゃむにゃむにゃ。いや、こいつ、なんか、火打ち石持ちながら寝てんだけど、怖いなぁ。こんな火打ち石持ちながら寝てたら、なんか家燃えちゃいそうで怖いけど大丈夫とか、めっちゃ体震えてない？なんでこんな体震わせながら寝てんの、こいつ。寒いのかな、やっぱ冬だから。もう12月23日だもんな、今日は。寒い、寒い。寒いなぁ。やっぱ寒いんだ。あぶな、あぶな、今こいつ家に火つけた。だめ、バカ。何やってんのこいつ本当に。あっつ、あっつよ。当たり前だろお前、火そんな間近につけたら熱に決まってんだろな。はっ、はあ、目が覚めたわ。あら、おはよう。目が覚めたじゃないんだよ。何を急に殴ってきて、痛いじゃないか寝起きの私に。お前こそ何しとんじゃこの野郎。何がよ、何をおっしゃって言うのよ私が。お前さっき手に持ってたものは何だい。お肉じゃないか。今一瞬見えたよ。一瞬火打ち石見えたよ。あ、これか。これは危険だからそんな扱わないわよ赤坂君。いや君今寝てる時に手に持ってたけどそれ。え？で思いっきりここに火つけたけどさっき。あら、そんな危険なことやるわけないじゃないの、ここの家木造なんだから。やってたよ。なんで殺すの。そもそもなんでお前それ持ってんだよ。あ、これ持ってる理由？それはもう赤坂をいつか燃やす。あ、赤坂をいつか燃やす。なるほど、俺のことを燃やそうとしてたんだね、それで。違う、違うのよ、赤坂君。違うのよ、違うのよ。怒ってない、怒ってない、怒ってない、怒ってない。怒ってないって。あ、怒ってない。あ、本当に赤坂君。ところで、これ、お母のスマホをちょっとさっきパクったんだけどさ。何パクってんの、私のスマホ。ちょっと、それ私の iPhone。ちょっと待ってね。ねえ。ちょっと、おい。何するつもりさ。ちょっと。何、ん？おいしょ。あー、私のスマホが。あ、ちょっと、私のスマホが。水没した。あ、ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、赤坂ちょっと、あれ、なんか魚が一匹増えた。赤坂魚が一匹増えたんだけど、ほら、おか、iPhone 回収したら壊れちゃうよ。 iPhone 回収した、赤がないんだけど。あ、よかったじゃん、iPhone 回収できたらよかったじゃん。ね、ちょっと苦しい、苦しい、ほら、iPhone 脱出しなくてやばいって。苦しい、ちょっと待って、水の中だから掘るスピードが遅くて。あー、痛い、お前。死ぬ、あれ、まあ、それと俺に火つけようとするからだな。ごめんなさい。でもですね、私は今日火をつけた記憶はありません。いや、つけたんだよお前。火事になったら大変だぞ、お前。ごめんなさい、本当に。いや、お前はね、火に対しての怖さをね、理解してないから。避難訓練をやるぞ俺らで。またまた避難訓練なんて、その学校でしかやらないようなこと。いやいや、お前やったことあんの学校で。ん、ないわよ。ないの？いや、あるけど。あ、何の嘘？でも何十年も前なのよ、もう私がやったのなんてね。違う、何百年も前でしょ？誰が何百歳じゃー。だから、避難訓練をするんや。あー、なるほど。で、避難訓練ではね、お箸もっていうのが重要なの知ってるかい？お箸も？お箸も。何よ、お箸？ステーキを食べるのかしら、今からお箸で。何よ、嬉しいわ、赤坂くん。やっぱりお前避難訓練したことないだろ。いやあるわよ。いや、お箸持ってるのはステーキを食べることじゃないぞ。お箸じゃないぞ。何？そっちじゃなくて、なんなのよ、お箸持って。ここで始まるものがあって、歯で始まるものがあるみたいな感じね。頭文字を取ってなんか言葉をつなげるってことね。そういうことだ。やってみろ。お美しい。肌も白い。シワがない。もうすべてが完璧なおかんちゃんのことかしら。おおおお、私の褒め言葉なのね。てめえ、うぬぼれすぎだ。なんでお前そんなでどうやって訓練するつもりだ。なに、私が完璧すぎて見とれて火も消えちゃうってことじゃないのかしら。ん、逆に悪化するわお前の顔見たら火。じゃあ試すか今から。おお、あ、いいよいいよ。おー、いいのか。お前の家が燃えるだけだからいいよ。あー、ごめんなさい。お前知らないのか、お前は箸も。知らないわ、何なのよ。おかん、うん、箸たない、うん、白髪だらけのババア、もうすべてがダメ、これですよ。絶対違うだろう。ごめんごめん、今のおかんの悪口バージョンの箸もだったわ。もうそう、いらないそんなもん。まあ、本当のこと言うと、押さない、走らない、喋らない、戻らない、これだよ。ああ、まず押さない、そして、走らない、そして戻らないね。なるほどね。喋らないはどこ行った？喋ってなかったじゃないの今。ああ、そういうことね、今のまま。そうそうそう。いきなり向こうになったから何かと思ったらそういうことね。喋らないでしょ、喋っちゃダメなんでしょ。よし、じゃあ今からやろうと思うんだけど。よし、こバチコイ。よーし、そんなさ、避難訓練バチコイみたいな感じでやってもさ、ビビらないじゃん。
今から来るって分かってんだから。まあ確かに確かに。だからまあ数時間後とかに急に俺避難訓練しだすから。ああなるほどなるほど。そうだからおかんは普通に日常生活してくれ。私は絶対避難訓練を完璧にこなせる自信しかないわ赤坂くん。任せなさーい。いてー。火事が怖い人はチャンネル登録と高評価お願いします。まあ火事が怖くない人なんてこの世にいないと思うんで、皆さん絶対チャンネル登録お願いします。みんなも火事に気をつけようね。あいたてててててて。よーし、あれから1時間ぐらいが経って、多分もうおかんはね、避難訓練のこと忘れてると思うんだよね。多分そろそろかな。それではね、今から鳴らしていこうと思います。あいつ多分2階にいるのかな、今わかんないけど。3、2、1、ゴー。いや、ちょっと待って、赤坂大変だわ、大変だ赤坂。なんか今避難訓練かなった。火事だ火事だ、やばいやばい、どうすればいい。ちょっとどこが燃えてんのよ赤坂。どこかが燃えてるから今火災報知器が鳴ったんだわ。そら逃げないと、逃げないと、とりあえず。どこが燃えてるのか。とりあえず逃げないと。いやいやいや、火の現場を見に行きましょう赤坂が。どこが燃えてるかとりあえず。はい、戻ってるな今火がある場所に。そうそうそう、どこにあるのかしら。さっき俺のこと押したよね。今めっちゃ走ってて今喋ってるよね。どこにあるのか。一回ストップ一回ストップ一回ストップ。ストップなんてできるわけないでしょ。あった、もう避難訓練だから。火が来たらどう。え、あ、ああ、赤坂くん忘れてたわ。いや、じゃあね、喋らないで逃げましょうね。ああ、いてててて、ね、何よ。ダメだろうがそんなんじゃ。ええー、お箸もの真逆のこと言ってたぞ。こんな怖すぎて守れないわよ赤坂くん。ほら、こんなんじゃ本当に火事が起きた時どうすんのさ。ごめんなさい。いや、お前はバカだな本当に。クソがバカが、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 バカが、クソがバカが。言いすぎなのよ。じゃあもう一回だ、もう一回、もう一回数時間ぐらいに警報鳴らすから。いやー任せろ、もう次はもうずっと構えとくからな。私もうずっとずっと構えてやる。はあ、ラジャー。いや、まあそんな構えたらダメだと思うけどね、避難訓練は。ああ、そうか、オッケーオッケーオッケー。さあ、あれから3時間ぐらいが経ちました。それではですね、鬼くんめ、あいつは完全に避難訓練のことが頭の中にないと思いますので、今からこちらの火災報知器をまた鳴らしていこうと思います。まあさっきあんなにね注意したし、さすがにもうお箸まで忘れてないと思うんですよね。しっかり守って冷静な行動するはずです。せーの、いやー、お、喋ってない、お、喋ってないぞ。あ、うん、まあ、確かに、押さない、走らない、喋らない、戻らない。確かに全部をコンプリートしてるけど違うだろー。なーに、なに、なに、お箸もできてるでしょ。いや、確かにできてるけど違うだろ。ほら、どうなのよ、ほら、完璧でしょ。しっかり4つ守ってるけど、うん、どやー。あ、だからといって、それだったら、火事に巻き込まれて死ぬぞ。確かにそうだわー。お前はね、極端すぎるんだ、あまりにも。歩くぐらいはさすがにしろ、ちょっとは。確かにそうだわ、赤坂くん。じゃあ、ね、焼き焦げるだけだ。ああ、でも赤坂くん。まあ、そんなガチになってるけどね。別に訓練だから。いいじゃないの、赤坂くん。ああ、こいつは本当にどうしようもないクソだな。訓練だからね。お前そんな訓練だから訓練だからって言ってると、本当に火事が来た時大変なことになるんだぞ。確かに確かに。でも私は大丈夫なのよ、可愛いから。ああ、そうか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 。うん、だってお前のお箸間は何だっけ。お美しい、肌も白い、シワがない、もう全てが完璧なおかんちゃんなのよ。ああ、そうだよな、まあ、そうだよな。うんうんうん、あいつは本当に避難訓練ができてないからな。しかもなんか調子乗ってるし、こうなったら本当の火事を起こすしかなさそうだな。あいつが本当に反省するのはね、家が燃えてからだと思うんでね、家を燃やしていこうと思います。まあ今からね、また警報を鳴らすんですけど、どうせね、もう訓練かなってなめな態度取ると思うんですよあいつは。そしたらね、本当に火事が起きてるっていうドッキリ、まあ、ドッキリをしていこうと思います。ということで、これの安全装置を切ります。よいしょ、オッケー、これで燃えるようになりました。ケーキケーキケーキ。お、どうしたのよ赤坂も、ケーキ食べたいのかしら。いや、いいよいいよ、俺はいいよ。
今から大事なイベントがあるからさ。何よそれ。いや本当に大事なイベントで、おかんにとってもいいんじゃないかな。いいの？おお本当に。じゃあ楽しみだわ。じゃあお祝いとしてケーキを食べとくわ私は。いいな、そのケーキ食べさせてよ俺にも。あら赤坂くん食べるかしら。ほら、ぽい。おやったー。おらー、あーちょっと私のケーキ。おーい、私が作ったんだぞ。卵ぶつけるぞこの野郎。おら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 。あ、生まれた、2匹も生まれた。2匹生まれた。私のこれが息子だわ。赤坂なんか知りませんもん。私はこの鶏と一緒に過ごしていくのよ。この子の名前何にする？この二人を名前決めましょうよ。じゃあそうだな、焼き鳥とかどうかな。だーだー、旦那に殺しとんじゃん。もう先にダメでしょ、今から育っていくんだからこの子たちはね。いや多分一分くらいにはもう丸焦げかな。あら、あんたが燃やすのかしら、こいつのことを。いやまあ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 、本当に。うーん、かわいいね。せーの。あら赤坂くん、また避難訓練かしら。よー、ニワトリがかわいいわね。かわいいな。かわいいね、ニワトリちゃん。よいしょよし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 。あいつ避難訓練だと思って全然微動だにしてないから、本当の火事を起こしてやるぜ。あ、ちょっと待って、私は可愛い。何だっけ、なんだっけ、はしたない、なんかはしたないって言ってたな赤坂がさっきな。はしたない。あーちょっと痛い、赤坂助けてよ。いやお前も全然わしは守れてねえな。え、家が、家がお箸も守んないからこうなっちゃうんだよ。どうしましょう、どうしましょう。赤坂くん助けてちょうだい。赤坂くん、いやこれでもう家がないホームレスだね俺たちは。避難訓練をちゃんとしなかった私が悪かった。赤坂許してちょうだい。赤坂くん、はい。でもさ、これってさ、ああ、赤坂もう住む家なくなってない？私たちこれからどうするつもりなのよ。しまったバカかー。